方から参りましょうか。はい、車さんによる横浜分析交流戦優勝の方法をマジで今日全員で考えたくてと題してお送りしてまいります。あら、ね、あらあらあら、うんうんね、あそして、はい、先ほどね、はい、煙さんに言葉ありませんかというところでちらほらと言葉がありました。今日、はい、煙さん、はい、31歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日誕生日でございます。ありがとう。31ですよ。31ですよ。もう数えで45。数えすぎだよ、ね、本当40。1個ぐらいしか増えないから数えなんて。ありがとうございます、はい、という記念すべき日です、ね、はいはいはい、はい、さあここからは車さん、はい、お任せしてもよろしいですか。あ、はいはい、交流戦優勝のためにお任せしていい。ちょっと喋って教えてよ、うん、そうですね、うん、まあね、まあ勝ってたらね、やろうと思ってたんそうですよね、なかなかね。でも逆にもうあんまないかもしれないけど、こんだけ残っていただいてる皆さんが。そうですよね、うん、絶対だってもう僕らのファンとかを超越して、もうとりあえず残っていただいて絶対ね、いろんな方に残ってもらってるから。ちょっとじゃあもう、あんまもう ここでやることじゃないぐらい真剣に考えようか本当にすごいね、これは気になりますね。そうですね、みんなで考えましょう。あら、ちょっと今トークみたいな感じも含めて、はいはいはい、ただトークですけど、ホワイトボードも来てますからね。座ってください、ミッキーさんも、はいはい、座ってもどっちもいいですけど、ここは座ります、ね、座ってください、皆さん、はい、ここからもう本当に自由時間です。自由時間全然ね、帰る方は帰っていただいて。すごいな、ホワイトボードで怪我しないですよするわけないですよ。こんだけ違うから丁重に扱いすぎです、僕ら、ね、だから何、まあ、丁重に扱うといえば、まあ、オースティン選手をどうしてオースティン選手ね、あり得るからね。丁重に扱った方がいい。本当に心配なんです、我々はみんな心配です。なんでですか。どこを守らせていただければいいのかっていう気持ちがいっぱいなんです。なんでなんで。あの、大津選手すごい元気なんですよ。元気、はい、いいじゃないですか、元気。すぐ、あ、ここで彼はまあ、すいません、あんま知らない。あ、すいません、そうなんです、僕はそんなにやらない。出身なだけで、ね、はい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 、すごい元気なんです。元気なのがいいことだ。ちょっと怪我につながりかねないプレーが元気だからちょっとあり得るんです。どんなことがあるの。いや、まあその、まあ、ちょっと飛び込んで飛び込んじゃうんだっていうのもありますし、はあ、先日もあのね、ファーストのアールフライを飛んだ時、完全にあの消えました。消えた試合中。心から心配したよね試合中に。ちょっとこうなる人はいるんだけど。なるほど、ね、完全に消えたから。ああ、じゃあもうオースティン選手に怪我がないようにしなきゃいけない。それを上から撮ろうとするカメラマン腹立ったよねいたんだ、そういう人。今がチャンスじゃねえんだよ。カメラマン席ですよ。ジャーナリズム精神です。なるほど、そういう選手をどう守っていく。確かに、これマジで考えた方がいいな、全員で。どうやったら守れるんだ。オースティン選手を怪我からどう守るか。交流戦だから DH がね。オースティンを守ろう、みんなで。今日のテーマ、マジでみんなで守ってくれよ。でもね、いや、ミキさん、DH って声あったんですけど、はい、でも DH でもやっぱ走塁でね、うん、あの2塁の方に行こうとしてちょっとっていうこともあったじゃないですか。あったみたい。あれはどうしたらいいの。あれは何あれはどうしたらいいんだろう。もう1塁コーチ、ね、石井拓郎さんがいらっしゃるじゃないですか、はいはい、もうどうしますか。あの3塁コーチの時って回すとか、はいはいはい、止めるありますけど。ありますよね。1塁の側の石井さんに全て1回止めてもらいますか。ダメだよ、一回止めてもらうじゃないのよ。ツーベースの、すべてのツーベースを一回、うん、あ、なるほどね。ツーベースを打って怪我されるぐらいだったらシンプルに良くないですか。まあそれは確かにそうだね、うん、その気持ちもある、はいはい、じゃあハマスタをふかふかにするってのはどうなの。それありありやハマスタふかふかあり。ふかふかにしよう、もうちょっとふかふかの球場にするってのはそれできるのかな。違うあるんですか、野球のふかふかはダメとかあるんですかね。あるんじゃない。ある程度やっぱり硬さだったりマウンドとかも。そうだよね、はい、オースティン選手がだから行くときにちょっとだからオースティンスペシャルみたいな。オースティンスペシャル、まあ、あの偉い人がさ、うん、リムジンから降りてきてこう出てくる、はいはい、レッドカーペットがありますよ。それさ、俺らが毎回オースティン選手が打席入って打つたびにこう引いていこうよ。引いていくなよ、うん、かなりのスピード必要だろ。俺たちもかなりのスピード必要だから引いていくしかないじゃん。でもオースティン守るの大事だからね。確かにでもオースティンすごい、あのボスティンってあのケーキを作ってくれるんですね、すごく。はい、ケーキ作ってくれるんですか。すぐですね、あの選手の誕生日にケーキ作ってくれるの、うん、優しいでしょ、めちゃくちゃ。二軍の選手とかの、はい、ケーキ作ってくれるから、ご自身で作ったケーキを敷き詰めるにしましょう。そんなわけないだろ。ケーキを敷き詰める。クリームまみれになっちゃうだろ。クリームまみれになっちゃう。これで守れないから、まず。じゃあこれはもう問題解決。これで解決した。解決これで解決した。俺解決しました。解決です。いや、すいません、はい、あでも他にも案あるよって人いたらね。あ、確かにみんなにも聞いていこう。ああ、皆さんで考えるか。エビラ選手を固定した方がいいと思います。
てもなんでオーマイゴッドファーザーコーヒーコースが受けすぎてるのオーマイゴッドファーザーもうね思うよねそれはエビナ選手難しいのでも外野はたくさんいるのベイスターズはたくさん外野がいるのなるほど、ね、誰を固定したらいいか分からないの渡来選手も見たいのでも2軍で守備や走塁を鍛えてほしい気持ちもあるのいろんな気持ちが混ざってるのなるほど分かる関根選手も打ってほしいのだから頑張ってほしいの外野が結構いっぱいいると、うん、そんなかそうかないっぱいいるからエビナ選手とか確かにエビって字書けないな俺難しいですよ虫に…虫ですよね、はい、虫に…どこに…こっちはいいのこれか、あ、違います、これ…あの…警察出ますね、あそこ5時警察だ、渡来選手とかもこれだあ、そうだあそうです虫に暇だ、はい、虫に暇だイエーイイエーイエビって書けましたエビって書けましたえ、すごい…エビナ選手がすごい送球した時と同じ感じありがとうございます今日すごかったよねすごかった確かに、固定したい、みんなみんな出てほしいエビナ選手、関根選手、そしてだからもう外野でも須藤選手も出てほしい、須藤選手も出てほしい、あの選手も出てほしい、渡来選手、網里選手とかも出てほしい、ああ出てほしい、渡来選手も出てほしい、すごい、桑原選手も出てほしい、出てほしい、網里選手も、あとはあと誰出てほしい？え？完全にバラバラだここ行ったら気合がないもんですねはいはい、見ながらでしょ春コーチ98年春コーチ、外野で今センター春コーチ出てはい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 あ、奥の、まあ、カメラの方はい、カメラの方はい、はい、梶原梶原出てほしいよな出てほしい、あとはあ、いいね、あとはあこの、まあ、帽子かぶってる今の方その、はい、メガネのカジタリね、カジタリ戻ってきてもらおう、カジカジね、何が起こるか分かんない、戻ってきてもらおう、何が起こるか分かんない、じゃあそうです、白いユニフォームの方、あなたあなた、はい、はい、太田大使ね、はい、太田大使、太田大使、ちょいちょいありえる人、あ、こちらの今手前の帽子の方、そうそう、外野を言おうのコーナーじゃない、外野を言おうじゃないですか、一応村川、村川はね、村川凪選手、村川凪ね、凪ちゃん。はい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 、はい、誰はいじゃあ帽子の方はいモーガンということはトニープラッシュもねトニープラッシュも加えよううん、うんうん、すごいこんだけいるすごいわ、うん、こんだけいるんだこんだけ多いななんとか全員出す方向でルールを変えられないか無理だろ無理だろ外野いっぱいいたら守れるだろ球場が円になっちゃうから球場が絵になっちゃう全部いた方がいいだろ意味わかんねえだろ全部配置しようよ一本もヒット出なくなっちゃうそしたら絶対勝てるよ意味わかんねえまあそれはね何なんだよ俺はめっちゃ好きだけど、ね、あなたは全然知らないでしょ僕はそんなそうなんです野球ねそこまで詳しくない知らないということで好きですけどはいはいはいなんかうんはいあなんか、はい、あなたから知らないあなたから、はい、質問が球団の方にそうなんです実は僕勝手に球団の方に質問させてもらいます何をしてんのよはいそうなんです野球の素人ながらねあなるほどねしたいことがあったんで教えてもらおうっていうことはい、質問してそれ答えてもらったんですかはい、VTR があります答えてもらったんですよ、はい、それも参考にしましょう、今回そうですね交流戦優勝に向けてのことでじゃあちょっと僕の質問お願いします一人目どうぞ誰に質問したんだ、まず、はい、あ、コアさんはいおどのくらいの仲良くなったすごい雑魚質問最高、ため口になる優しいマジ大丈夫です優しい逆にため口でよろしくお願いしますおお、はい、初めてお会いした同級生は英語から入っちゃいます、ね、はい、お互いタメ口でいきましょうおお、ケモリさんから喋りかけてくれると思うんで、まあ、タメ口で喋ってくれたら僕もタメ口で返したいと思うんで、はい、お願いしますわ、すごい、ありがたいのこんなアホみたいな質問するな、貴重なもっと詳しい話聞けよクワちゃん、いいやつだね早いよ、タメ口
クワちゃんいいやつだね。クワちゃんはちょっと上の先輩からの言い方だけど。クワちゃんいいやつだな。おじさんの言い方だから。同い年だもんね。同い年なんですよ僕。ね、93年で。ああ、めちゃくちゃ嬉しい。けた。何の参考にもならない。何の参考にも出てほしいって気持ちだけは。選手優しいよってことが分かったからね。次もまだ質問してる。次の質問もある。あ、佐野選手。佐野選手聞いた。佐野選手に聞いてるそうです。答えてくれたかな。お願いします。どうぞ。佐野選手どうですか。一日にどれくらいご飯を。バカな質問。僕はバカな質問。した体型なんで、意外とめっちゃ食うんだろうなって思われる。思うよ。ですけど、そんなに大食いではない。普通よりちょっと食べるぐらい。それがすごいんじゃないですか。ご飯茶碗も今は変わることないし、わりかし普通めなご飯だと思います。そうなんだ。僕家でリクエストしてリラックスしちゃってんじゃん。終わっちゃってたよ。朝ごはんを絶対に鮭と納豆ご飯を食べたいっていうだけはありません。はあ。どうですか、ケムリさん。サノッチいいやつじゃん。サノッチ言ってねえよ。タメ口でいいって言ってねえから。あ、言ってない。タメ口で言ってねえから。あ、ごめんごめん。そういう質問かと思った。そういう質問じゃねえよ。意外と食べないんだね。意外と食べないんだね。なんで気になるの。いやなんでどれぐらい野球選手っていっぱいご飯食べるのかなと思って。そうだけどね。意外とね、人によるんだね、それはね。そのまま肉厚ですから痛くないですよと大切に言われてるから。そうだ。ダゾーンの解説に言われてもらったことにね。俺はわかんないけどね。あれあるんだよね。はいはい。あ、もう最後もいいの？最後の質問？はい。え、三浦監督に。はい。質問させてもらいます。お前マジでちゃんとした質問しろよ。もちろんしたんだろうな。任せてください。監督だからな。もちろんですよ。しっかりと。はい。ちょっとじゃあその映像見ていただきましょう。こちらです。選手の差しで死ぬな。そんなこと気になるよね。しょうもねえ。差しはないかな。ないじゃねえか。ないんだことは。ここ知れるよ。キャンプ中かな。外国人の選手たちの圧力を入れてですね、食事会したりとか、いろいろ気に入って食べるものとかね、好きなものとか、苦手なものとか、を聞いて、優しい。まあ、大体俺が行ってるところに一緒に行くからって感じ。そうするのお店も紹介しますし、一緒にね、食事もできたらと思います。めちゃくちゃ嬉しそう。どうですか。え、絶対嘘じゃん。そんなこと言うなよ。絶対嘘じゃん。大人が社交辞令するときの悪い。絶対嘘だ。目を細めてたけど。連れてってくれないよ。有望な選手が出るときの三浦監督の談話。目を細めていた。三浦監督は目を細めていたで終わる記事。大体。嬉しいで、でもね。え、めちゃくちゃ嬉しい。何が聞きたかったんだよ、その3つで。まあでも、三浦選手と佐野選手と。三浦選手って何でしょう。勝手に復帰させんなの。まあ投げてほしいけどな、心からもう一度。確かにね。三浦監督と佐野選手の方がいても佐野さんはあんま食べないってことが分かった。いらないって食えよっていうタイプの質問ないから。やっちゃうとするとね。そうなるとね。すごいわ。嬉しいな、分かって。あ、もうお時間ですか。あら、どうですか。交流戦優勝するぞとかね。あ、締めよう。どうでしたか、ミッキーさん。逆にここまでの感想は。ミッキーさんに聞けない。私もそのなんで急に外国人になっちゃったの。私じゃないよ。一番響いたのはやっぱオースティン選手を守ろうっていうね。ああ、はい、本当にみんなで守ろう。いや、選手全員です。やっぱりもう ね、怪我人が出ると、はい、もう一刻も早くエンデル系も帰ってきてほしいし、はい、本当にね、全てそれが帰ってきてほしいですね。もうあると思うので、もうでも絶対。でもなんか今日は本当にたまたま負けちゃいましたけど、はい、なんかこのなんか終盤なんとなく打たれてるけどちょっとだけ点取られない感じ、なんか明日抑えれそうじゃねって感じ。明日勝てそう。そういうのめっちゃありません。リアルにね。これ明日絶対勝ちます。はい、勝ちます。でこっから、うん、ありがとうございます。もうこっから弾みつけて、なるほど、もうどんどん打って確率に戻って、もう交流戦連覇して気持ちよく終わりましょう。前半戦終わりましょう。本当に優勝、はい、今年やらバウアー抜けてどうなんだとか言われて、解説者の方の予想とかも引っかかったりとかもしたけど、僕は関係なくなろうと、絶対優勝しましょう。優勝しよう。お願いします。優勝しましょう、交流戦。よっしゃ。さあ、どうですか、木村さん。もう言うことないです。もう言うことないです。ここからは。そっか。でも戸柱選手に一応せっかく見てるメッセージを。あの、戸柱選手、あの、さっきあのヘルメットの縄ちょっと緩めてくれてありがとうね。優しい。
優しいんだよ。優しい。嬉しいです。ありがとうございます。それではいつものアイラブ横浜で。あ、そうですね。行きましょうよ。最後みんなでそう、こういう時こそ言いましょう。これで。横浜進化と私が振りますので、はいはい、そして皆さんも一緒にアイラブ横浜で行きますよ。ありがとうございます。いただきます、はい、横浜進化アイラブ横浜。ありがとうございました。ありがとうございました。令和ロマンのお二人に大きな拍手をお送りください。バイ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 。残んないよ。なんか俺残る。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。